常年司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。内閣改造ね、今日の午後、岸田総理に一任してですね、あさって発表ということになったようです。あの日経新聞がですね、まあ、今朝こんな記事で伝えております。今日の朝9時34分ですね。内閣改造、自民党役員人事、8日午後、岸田首相に一任ということで、公明山口代表と会談というふうになっております。この記事によるとですね、自民党は8日午後、臨時の役員会と総務会を開き、内閣改造、党役員人事について、岸田文雄首相に一任する。首相は10日予定の人事に向けて調整を加速させる。麻生副総裁や茂木幹事長、松野官房長官は留任させる意向だと。それから、午前中ですね、今日の午前中、公明党の山口代表と20分ほど会談して、山口氏はですね、公明党からの閣僚給与などを、まあ、求めたそうです。首相はですね、要望は受けたまわったと答えたと、いうことで、まあ、このね、岸田山口会談についてはですね、他にもまあニュースが出てますね。これは、FNN プライムオンラインですかね。こちらでもニュースが出てまして、岸田首相、公明山口代表と会談、内閣改造、党人事への調整続くということで、まあ、会談しましたと。で、当初9月と見られていた予想を覆すスピード人事で、旧統一教会問題などをめぐる流れを変えたい岸田首相だが、政府内からは新内閣でも関係を完全に断ち切るのは難しいとの見方が出ていると。いうことです。まあこれね、祝電送りましたとか、そういうところまで全部問題だってなっちゃうと、もう与党も野党もね、まあ野党もそうですよ。鳩山由紀夫大先生もはじめとしてね、与党も野党もわけわかんないことになるので、まあその、浅い付き合いとね、ズブズブの深い付き合いはちゃんと区別してやった方がいいかなと、これ、やらないとね、だって、関連なんですって知らねえで秘書がやっちゃったパターンとかもあるからね。平和、なんとかなんとか財団とか言って、あ、そうなんですかってやったら実は統一教会だったみたいなケース。これどうするのと本人も知らねえんだし、みたいな話なんですけど、それも含めて全部ダメみたいな、なんかもう魔女狩りモードになってるので、さすがにちょっとやりすぎじゃないですか。それだともう立憲民主党もめっちゃ返り血ですよ。だって、ね、枝野さんとかだって出てたんでしょ、なんかいろいろね、あの手の、ね、関係のやつね。そっち系のメディアですよ。にも出てたらしいですから、はい。まあそんなに言ったらまあキリがないので、どうかなと思うんですが、一応ね、この産経の記事によるとですね、公明党山口代表、すぐ新しい構えを作って臨んでいかなければならない。統一教会への対応については首相から特にその点について言及はありませんでしたと、いうふうに言っていたそうです。で、ポイントはですね、高市政調会長と福田総務会長、交代するのかどうかということなんですが、どうもですね、この二人は党役員から降ろされ、高市さんは閣僚で起用されることが検討されているということです。それからあと、小渕さんね、小渕優子さんですね、元経産大臣ですが、重要閣僚で起用することもまあ考える。すごいですね、これね。プリンセスですからね、小渕さんはね。はい。で、岸田首相はですね、今日の夕方ですね、自民党の、臨時役員会を開いて、党役員人事の一任を取り付けると。しております。それからあと、みんな大好き、美味しそうなお名前、A5 ランクの萩生田さんですけれども、萩生田さんはですね、当然継続は望ましいと、いうふうにですね、自分で言ったらしいですね。はい。岸田首相の、まあ、あくまでも岸田さんの判断だと断った上で、まあ、こんな大変なことを人が変わって大丈夫なのか、当然継続してやっていくことは望ましいと、いうことで、まあ、電力逼迫とかね、まあ、いろんな問題山積しているので、まあ、続けてやった方がいいと。まあ、昨日、和田政宗さんもね、まあ、現在この安全保障環境が、まあ、非常に緊迫した状況になっているところでね、まあ、防衛大臣を交代するというのはちょっと考えられないと。まして、岸さんというのはね、アメリカ太平洋軍司令部とね、直接やり取りできるぐらいに、まあ、防衛通な人なわけですから、こういう人をね、今ね、外してしまうっていうのは、これ、大丈夫なのと。国益的に大丈夫なんですかみたいなことを、まあ、昨日ね、和田政宗さんもおっしゃってましたけども、まあ、萩生田さんもね、まあ、このまま、継続が望ましいと、いうふうにおっしゃったそうです。それからですね、あとね、田崎さんね、田崎史郎さん、まあ、政治記者歴何十年という、田崎さんがですね、なんか今回の内閣改造についてはですね、岸田さんは誰にも言わなかったらしいんですね。はい。だ去年の衆院選に続き、またやられましたね、と語ったそうです。で、田崎さん曰くですね、数としては半分以上変わると思いますよ。各派閥とも新人で入れた人がいっぱいいるんです。その人を押し込むためには、引いてもらう方が多いと思います、というふうに言ってます。で、さらにね、安倍派に相談してないとかいうような言い方してますけど、これね、田崎さん曰く、安倍派だけじゃないらしいんですよ。
他の派閥にもね、全部行ってないんですよ、と。ね。安倍派だけじゃなくて他の派閥にも全然行ってません、と。で、麻生さんにも行ってないそうです。はい。で、言ったら漏れちゃうんで、情報出さないんです、と。岸田さんはね。はい。まあそういう意味で、安倍さんがね、まあ岸田は、人事が実はうまいかもしれないみたいなことを言っていたと、ね。いうのもまあ嘘でもないのかもしれない。どうなんですかね。まあよくわかんないですけど、まあそういうふうに言われております。で、さらにですね、これスポニチアネックスの記事なんですけどね。自民党4役、高市氏、福田氏、交代有力、林外務大臣は留任で調整ということなんだ。林残んのか。まあ、この記事によるとですね、まずね、林芳正外務大臣を留任させる方向で調整に入りました。それから、萩生田、経済産業担当大臣、経済産業大臣ね、を続投か、政調会長など党の要職で起用する案も浮上と。党4役のうち、高市政調会長と福田総務会長は交代が有力視されていると。まあ、昨年、総裁選で安倍氏の強力な推薦を得た高市氏、これまで財政政策をめぐり首相サイドと激しくやり合うなどしており、早い段階から交代論がくすぶっていたということです。で、福田さんはね、この間のまあ統一教会のめぐるね、まあその問題で、何が問題かわからないとね、ちょっとお父さんとね似たようなこと、あなた方とは違うんですみたいな趣旨の発言をしてしまったんで、これはちょっと失敗でしたかね。福田さんやっぱこういうのはですね、上手な人が、お近くにいると思うんで、小泉進次郎さんみたいなね、上手な人に聞いてですね、問題があるというなら、多分問題があるかもしれない。問題があるなら、解決しなければならないみたいな、煙に巻くようなこと言ったら、よかったのかもしれませんけどね、ちょっと何が問題かわからないのはさすがに言い過ぎですよね。統一教会の問題はやっぱり、被害に遭っている人もいるわけですから、ね。その辺はやっぱり、ここでやっぱ福田さんがさ、ね、その、祝電間違えて打っちゃったみたいなケースと、本当にその、ね、もう霊感商法をもう、なんか結構手助けするようなもうズブズブな感じでやってた人ってのはちょっと違うので、そこちょっと議論分けませんかみたいな正論言ったら、すげえなと、分けるのにすげえなみたいな感じだったんですけど、何が問題か分からないわ、ちょっとさすがにね、当事者式どうなのみたいな感じになるのでね、まあちょっとどうかなと思います。それから今読んだ記事にはですね、入ってなかったんですが、防衛大臣ね、岸防衛大臣交代のまあなんか方向だと、まあ健康問題を理由に交代だと、まあ確かにね、今車椅子ですし具合悪そうなんですけど、これいいのかなと。まあ、あえてね、じゃあ交代だということになったときに、じゃあ後任誰なんだということなんですが、まあ、岸田派にはね、切り札が一人いますよね。小野寺さんの 70% はあだ名がオノディですから、小野寺、さんね、元防衛大臣、もう2回防衛大臣やってる小野寺さんね、オノディ再登板と、再登板になりますけど、まあ、オノディ持ってくれば確かにこれは即戦力だなとは思うんですけど、果たしてって感じですよね。まあ、そういう意味で言うとね、今沖縄にイージスアショアを置いた方がいいんじゃねえかみたいな話になってますよね。沖縄にイージスアショアを置いたら、台湾そう簡単には来れないですよ。まあ、沖縄っていうか、まあ、沖縄どこに置くかってのはあれですけど、ね、まだわかんないですけど、石垣島なのか、ね、それとももうちょっと向こう、与那国島なのか、まあ、いずれにしてもね、与那国島にイージスアショアを置いたら、台湾ね、台北とか守れると思うんでいいかなと思うんですけど、果たしてそれできるかどうかね。ね、そういうことをですね、ちょっとぜひですね、まあ、考えなきゃいけない。そういう、まあ、緊迫した状況にあるのかね。やっぱり防衛大臣はね、即戦力じゃないと困っちゃうと思うんですよね。まあ、そういう意味では、オノディは、まあ、ありかなとは思います。まあ、岸さんどうしても下げるんだったらね、オノディはありかなとは思うんですけどね、どうかなと。それからね、問題財務大臣ですよね。私ね、これ、あくまでも希望ですよ。ね、もう、政治記者でも何でもない、ただの経済評論家、実業家のおっさんですよ。ね、俺の希望ですけど、ガースこと、菅さん。はい。ガース財務大臣兼副総理だったら、株価爆上げです。はい。私がフェスティバルゾーンと呼んでるエリアまで、レンジまで、ドーンと爆上げすると思うんですよね。ガース財務大臣兼副総理。まあ、これほぼありえないんで言ってますよ。俺も素人じゃないんで、いろいろ、素人じゃないっていうか、プロに聞いてるんで。はい。いろいろ私プロ知ってるんでね。軍事は軍事のプロに聞いてますし、政治は政治のプロがいろいろいるんで聞いてますけど、まあ基本ありえないんですけど、基本ありえないんですけど、一応まあ一投資家、ね、投資家的な立場で希望を言うなら、菅財務大臣兼副総理だったら、株価爆上げフェスティバルゾーンだったんですけどね、まあ多分ないですね。うん、これはなさそうな感じなんで、あんまり期待してもどうかなと。で、そもそもね、菅さんがね、まあ、重要閣僚で、っての話も出てたんですが、菅さんがそれを受けるかどうかっていう問題もまたこれあるわけですよね。だから、ちょっと今回どうなのかなと。財務大臣ね、まあ、経済閣僚でね、まあ、変な人来ちゃうと、日銀人事もありますからね。
これまた大変なことになってしまうかなと思うんですが、まあ、果たしてね、この内閣改造うまくいくかどうか。まあ、これやるってことはさ、岸田さんとしては支持率上げたわけでしょ。だけど、改造しても大して支持率上がらなかったりとか、改造することによってより支持率が下がっちゃったらさ、これ、シャレにならないわけですよね。で、自民党にはさ、今、子供たちがいっぱいいるわけですよ。なんとかチルドレンって人たちね。2012年の、政権交代選挙、ね。安倍さんがね、政権交代選挙仕掛けて、まあ、見事に勝ちました。そこから安倍さんは国政選挙5連勝だったわけですけど、その2012年にね、当選した人たちっていうのは、まあ、大体2年から2年半に1回ぐらいずっと選挙で来てるわけですよね。で、その人たちは、もうそのままその、アダルトチルドレンみたいな感じになってるわけですよ。で、これはもうみんな政治記者言いますけどね、これはもうコンセンサスなんで言っていいと思うんですけど、そのチルドレンはですね、まあ、2年ぐらい、まあそうですね、2年を境にですね、もうそわそわ、もう、なんかちょっと落ち着かないんです。はい、選挙が近いんじゃないかと、ね。で、選挙やった時に実力じゃ勝てないんですよ。風がないと勝てないんですよ。で、その時にね、この看板で勝てるのかってことで大騒ぎをするわけですよね。だ菅さんの時だってそうでしょ。菅さんで選挙じゃ勝てねえって大騒ぎになって、岸田さんになったわけですよ。で、まあ、岸田さん選挙勝ったんですけど、じゃあ次の選挙勝てるのかとね。まあ、3年選挙やらねえとか言ってますけどね。本当にそのことできるのかっていう、まあ、ことも、まあ、含めてですね。この子供たちね、アダルトチルドレン症候群がですね、懐かしいの、そんな昔あったな。アダルトチルドレン症候群がそろそろ起こりそうで、まあ、そんな中ね、支持率が下がって、で、かつ、まあ、そのね、岸田さん、今回の、まあ、流行り病が増えたことと同時にね、まあ、安倍さんのことで、ちょっとこう、安倍さんの霊が乗り移ってね、いいこともやったりして、でもそのいいことがまたマスコミに叩かれるんだよ。これを突破できるかどうかね。もうそのどっちつかずなことじゃなくてさ、ワイドショーを見ながらどっちつかずなことやるんじゃなくて、やっぱりここはね、勝座フラッグするべきかなと私は思うんですけどね。まあ、私は政治は、素人ですから、ね。まあ、あくまでもそのちょっと、経営者的な視点でね。はい、会社と、自民党を会社と考えたら、リーダーシップ取るにはやっぱりこれかなと。まあ、ある意味こう、強引に、ね、持論を押し通すというか、しっかりとその、まあ、国家間ですよね。昨日和田政宗さんいいこと言ってましたね。国家間でもってですね、ここ難局突破することが必要なんじゃないかなと、いうふうに思いました。はい、ということで、あさっての内閣改造どうなるかね、新しい情報出たらまたこちらのチャンネルでフォローしていきたいと思います。今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。